カナギ、お久しぶりです。共和国の再建で忙しくて、帝国艦隊を追跡するのも大変です。まだまだ忙しくなります。一つ頼みが。将軍が一人不明にタコダナまで追ったのですが、通信に応答がありません。探してください、ハン・ソロ。まず、バーケランスリングを。ツケを払ってからだね。いいだろ、ちゃんと払うさ。誰がそんな言葉を信用する。ウーキーは注意ならファルコンにいる。ジョマークで長距離通信装置をやられてね。連れてこない気だね。落ち着かないとさ。また企んでるね。はい、じまいな。ここは私が仕切ってるんだ。帝国の離反者に会う。キャッシークのウーキーを救えると言ってる。知ってるか。言っとくが、帝国軍をこの店に連れてきたら、俺がつけられるようなヘマはしないと知ってるだろう。なあ、頼むよ、助けてくれ。注意のためだ。知らないよ。けどもう夜だ。この時間の客はおしゃべりだね。助かるよ、借りができた。貸しはこれだけじゃない、ソロ。忘れるんじゃないよ。帝国も同じだ。誰に言ったかよく考えろ。ローディ、会えてよかった。実はアルドラという友人を探してる。知ってるか。クザーカの件で俺を置き去りにした奴が何を言ってるんだ。最終的には大丈夫だったろ。その証拠にお前はここにいる。消えろ。アルドラは自分で探すんだな。マヌケなヒゲについて仲良く話してろ。ヒゲの生えた男か。了解。デジャリックはキュービカードなんかに比べれば戦術的な深みはない。必要な駒をいかに必要な場所に送るか、その達成感が素晴らしい。やあ、バルドラさん、あんたを探してた。ウーキーの友達から紹介されたんだ。俺は誰と間違えてる。あのムカつくやつなら上の階。悪かったな。2000クレジット、前と金額が違うぞ。ただのレースだ、できるよ。あと順なってば優勝間違いないんだ。そりゃムーン役のウールは必要なだけいくらでもご用意できます。ああ、あんたの名前はパルドラ、そうだろ。そりゃあのメレゼインゴールドを飲んでるバカだろ。メレゼインゴールドを飲める金持ちか。よほどうまいのかなあ。ウーキーに会ったことはないが、資料は山ほど読んだ。彼らは木の中に住んでるらしいぞ。ハンソロ、帝国議官のラルシウス・パルドラだ。会えて嬉しいよ。しっ、声を落とせ。ああ、そうだ、秘密裏に会うんだった。おい、こっから出るぞ。では行くか。頼まれた情報は用意した。もちろん今は持ってない。ニコのデータキューブは安全のために森に隠してある。冗談はやめてくれ。一つ目は帝国の輸送ルート、燃料補給地と秘密の武器庫だ。
全て共和国に提供する。私を安全に亡命させてくれれば。キャッシークの情報は別の場所だ。信じてくれ。空気を解放するのに必要な情報は全てある。統計技官は部下の技官に殺されるケースが最も多い。なんてことない。知り合いなのか。あんたのせいなんだね。そうだな。ルールは覚えてるかい、ソロ。喧嘩はなし。わかった。さあ行くぞ。最初のデータキューブはこのすぐ先のジェネレーターにあるはずだ。自分で持ってた方が良かったんじゃないか。いい。今の私は秘密工作員だ。カンティーナなんかに情報を持っていけるか。あんな悪党だらけの場所に。とにかく情報を見つけてファルコンに乗る。ストームトルーパーだ。静かにやるぞ。いやいや無理だ。このブラスターは格好だけ。打ち方も知らないんだ。やれやれ。あとはタイミングだな。今だ。やれハンソロ。止められない。でもやめられない。ストームトルーパーのブラスター命中率は 77% 知ってたか。楽しいぞ。見事だハンソロ。データキューブは、この辺に。何もない。そこじゃない。どこへ置いたかな。あった。その中の情報で共和国の友人を助けられるはずだ。仕掛けたぞ。キャッシークの情報はどこだ。森の向こうの綺麗な神殿だ。行こう。これだけ連中が追ってくるんだ。よほどの情報だな。帝国は見た目以上にひどいありさまなんだ。共和国にそれが漏れないかビクビクしてるのさ。艦隊は敵から逃げるために使う燃料が多すぎて補給が追いつかない。148人に1人の帝国士官は捕虜になりたいと思ってる。スターファイターの数も 3.4% 減少した。そりゃいい。だがキャッシークはどうなんだ。あんたの情報はウーキー解放に役立つのか。星には入り込める。共和国に計画はあるのか。ないな。だが俺と注意だけでも労働キャンプを閉鎖させる。そうだ、伝説の中ばっか。早くお目にかかりたいな。ピリピリしてるのはマズを怒らせたからか。彼女ならそのうち許してくれると思うね。あんたは何も分かってない。私がここにいるのは安全のためだ。吹っ飛ぶ仕掛けだ。タイミングだ。すんごい腕だ。まずはよくあんたと喧嘩できるな。あんたの戦いはショーを見てるみたいで好きだ。
て。ウーキーの情報はどこへやったかな。俺が探す。そこじゃないな。そんなところに入れるわけがない。うるさいな。見つけた。造園だ。頭を下げろ。よし、その情報があればウーキーの惑星へ行ける。さあ、他の有名なファルコンへ。統計によると帝国市民の300人に 2.2 人はミレニアムファルコンを知っている。に向かうんじゃなかったか。敵の重火器だ、ミスターソロ。仕掛けたぞ。引けるだろう。じゃない。ヘビートルーパーだ。驚いた。なんてついてるんだ。悪い日でもなかったらしい。ソロ将軍、こちらアイデン分子長、リーペルの隊が援護します。危機一発だった。なんでまたこんなところへ。大柄議員からの命令です。取り消しだし、今日は人生最悪の日だ。事情はクリア。ただし敵機がこちらに向かってる。たまには喧嘩をふっかけないでほしいもんだ。それではつまらないでしょ。まず足跡は
さない。あんたはそう言った。湖の上に奴らの船がいるよ。説明する。聞きたくない。早く掃除しな。あんたのせいじゃないさ、シューマニカ。あのクルーザーを攻撃します。分かった。湖の底に沈めろ。おやおや、まずは遅らせそうだ。イーゼルド隊、合流して。敵のスターファイターがソロ将軍のもとに向かってる。見えたぞ。プロトン魚雷準備よし。ダイは勝負を兼ねる。座標を送る。了解。ではまたそこで。必ずここに戻ってきて。心配ない。嫌だと言っても戻る。後のことは任せた。あ、おいてる。このドロイドに何をしたらおかしいぞ。何もしてない。あんたを気に入っただけさ。インフェルノ隊、シュリブ、あなたと会うのは久しぶりですね。調子は？最高です、議員。どうかしましたか？パルドラの情報によれば、父はベスピンとサラストの2カ所で計画を進めています。父の居場所を突き止め、捕らえる許可をください。私は指揮官だわ。艦隊司令部は個人的な任務だとして認めない可能性があります。ああ、なら帝国艦隊の不穏な動きは黙って見過ごせませんね。提督を捕らえてきてください、コマンダー。はい、議員。フォースと共にあれ。